おはようございます。すいません、すいませんでした。朝じゃけよ、朝ですね。すいません、昨日の夕方約束したやな。いや、昨日は早く切り上げれるかも思ったら、もうすいません、酔って寝てしまいました。すいません。一人でやったんですか？一人。あ、一人でやったんですか？キャンプするって誰か組んでなかったんです？自分だろ。僕と二人だったんです。あ、そうなんですか。僕一人泊まったんです。え、ここで寝たんですか？ここで寝た。マジです？めっちゃ寂しいじゃないですか、これ。すいません、とりあえずすいません。あ、ひょっとしてこれ朝飯っすか？そうじゃん。そうじゃん、そうじゃん。壊しゃへんで。もう何も持ってきてないっすよ。嘘。いや、ほんまっす。何しに来た？いや、キャンプしに来ます。キャンプしキャンプしに来た。さすがだな。だって、いや、これ僕のじゃないんですよ。ああ、まあよく作ったら僕がいいよ。そうっすか、やっぱり。今ダイエット中って言ってましたね。僕って帰れ、食って帰れ。めっちゃいいじゃん。え、これと、これと、これ何するんすか？これ、これは俺が食うけな。俺二人で食えまん。え、僕の分はこれ2本。いや、僕食べ盛りっすよ。遅れてきたんやけど、そんなもんじゃろ。OK、そうっすよね。いや、やらかしたっす。めっちゃおしゃれっすね。どうしたらいいんですか、これ。もうバラしたけどな。綺麗にセッティングしとったけど。すげえっすね。ノースベース。ノースベースこんなメイク、こんなボックス出してますね。そうよ。ノースベースとチャノンのコラボで。どんなあるんすか。ある。いや、てかいいとこっすね、ここね。うわ、綺麗。いや、腹減ったっす。これはちょっと待って。いやー、やらかした。キャンプしたかったんですよ、人生初のキャンプ。教えたろ、思って。いろいろ。いや、したかったですよ。ほんま楽しかったんですけど、けどなんか暑くて、なんかまだ、ね、夕方ってじゃないですか。暑いからまだ撮影しないんだろうな。暑いけ。暑い中やったんですよ。暑かったけ。すごいっすね。一人で全部。やるんかな思いましたけど。パンツまで美女じゃん。でも俺この中寝れんすよ。いや、これで寝んよ。これは寝れんが。俺もこれでは寝てねえよ。どうやって寝たんすか？車の中で寝たんですよ。あ、車で寝るんすか？今回ね。ああ、暑いな。そう、夏はな。あ、なるほど。車中泊。そう。で、外でご飯を食べて、うん、飲んで。ああ、無理にそのテントの中で寝なくてもいいと思うよ、全然いいっていう、ね、あ、それだったら僕いいかもしれないですよ。いや、俺ぶっちゃけなんかどうやって寝るんかな、あんなあちこちなんか寝れんなと思って、ちょっと確信犯であったかもしれないです。じゃろうな。それ俺がええよんしゃろう思いやったのにから、先輩の圧力でね、ちょっと断りにくいってなるじゃないですか。いや、でも一言断りあるでこう。朝来るってですよね。まだっすね。わけあへんが、風が強いけ。そういう時どうするんですか？こういう時は、だいたいこうみんなこう、なんかなんていうかな、立てて風よけを作るけど、俺そんな持ってねえから。持ってないです。
もう持っとんかと思ったら湧くのひたすら待って。あ、すいません。は？ヤマト運輸から来た。ヤマト運輸が使えるの。あ、すいません。たくさん出ますね。ここカット、カット、カット、カット。なんすかこれ。いや、てかすげえですね。かわいいやろ。これもノースフェイスですか。違うで、これはな、韓国製のな、小部屋キューブいうやつだ。もう一目ぼれしてな。めちゃくちゃじゃないですか。なかなか手に入らんやつ出しよって。今もだいぶ出回っとるみたいやけど。ちょっと、また、ノースフェイスと、チャモンのコラボで。チャモンのコラボ。チャモンのフェイス。チャモン。キューブザノースフェイスやけ。かっこいい、おしゃれなの。おしゃれっすね。おしゃれなの。ああ、何ですか。おしゃれっすね。ようレビュー見て買わねえ。これバーツルらしいけな、韓国製だけ。あ、そうなの。そうなの。かっこいいっす。頑張ってください。この辺の位置ですか。あんま近すぎるっす。このくらいの位置で。何とでもしてん。これできました。もうできたで。今湧いて。できたで。これ持ってきたんで。お湯ももらってもいいですか。おやだ。わかっとるわ。朝はこんなんでいいやもん。朝は。あ、そうなんすか。いやいや。なんか意外に結構朝からがっつり作るんかなとか思ったんですけど。朝めんどくせえなやっぱり。けっすよね。絶対キャンプってめんどくさいでしょ。めんどくせえ。めんどくせえですね。めんどくせえ。朝はめんどくせえ。え、醍醐味は夜ですか。夜じゃな。いや、その一人でやるときはやっぱめんどくせえけど、やっぱ家族でやるときはおしゃれなな。こうパンに挟んで何してみたりはやるけど。パパパパパ。だけとかな。だろ。外で食うことでじゃけな。ああ。なるほど。何でもうめえけど外で食うや。ちょっと食べたいんでお湯いいっすか。ででお願いします。めっちゃうめえ。僕のないっすか。辛っ。スパイシーだな、これ。これ僕も一口。嘘っす。うまいっす、それ。うんめぇ。キーマカレー飯。うん。スパイシーすぎるな。ホットホット、ホットになる。夏向きじゃないじゃないですか。やっぱり、ほんまこんなんでいいよな。もう、近くの。スーパーマーケットで。なるほどね。いや、なんかちょっとキャンプの敷居が低くなってきた、うん、いや、ほんまそれでいいと思うよ。でも暑いっす。暑いよ。お湯まだっすか。ああ、火ついてねえや。え、ずーずーしんじゃって、今あれ。僕も腹減ったんですよ。終わったらね。待てっすか、待てっすか。ひどい。とりあえずコーヒーもらいます。うん、コーヒーはうまい。コップ借りていいっすか。そうかね、コップ貸したら。これ洗ってます。洗うでかろ。まあそういうのうるさい時代ですよ。これ意外にこういうのもインスタントなんですね。インスタントというか出来なんですね。そろそうやな。冬はコーヒーミルでカリ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 やってな、ホットでめっちゃうめえけど、夏やろ飲めれんけ。まあまあまあ、そ
豆腐はそうっすね。それこれ最高や。スジャタ。スジャタ。スーパーマーケット。案件もらおうとしてますね。スジャタ。食うから。いただきます。どうぞ。いただきます。飲んだ帰れ。いや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 。来たバーで、来たバーというか飯食ってないんですか、一応呼ばれたんですか、僕。うん、まあ一応来たけどな。お前言ったらなんか殴られそうっすね。カメラ止めた後が怖いっす、俺。なしっすよ、カメラ止めた瞬間にっていうの、なしっす。もうな、怒る気がせん。この自然の中で飯食うよったら。あ、マジっす、そんなにやっぱいいっすか。綺麗っすもんね。浄化される。何かもな。いや、僕と会う時はいつも自然の中で会うと思う。僕怒らないですね。ちゃんと来てよ。はい、次は行きます。次は日曜日のやつから千景。そうなんです。なんでしないですか。こう長期連休だけこれできるだけで、日曜日しか休みのねえ朝からできるか。茶の間さん朝早いんじゃないですか。朝早いです。いいじゃないですか。やっぱおじさんがな、上がる前から起きて犬を散歩しながら朝の空気を吸うて。いや先輩、ごちそうさまでした。ああ、ありがとうございます。あ？撤収は？いや、まあ、撤収が残っとるか。いや、僕撤収します。ちっちゃい。テントの撤収で。え？まだ帰るん？まだ帰らんしょ。は？まだ帰らんしょ。撤収があるもん俺。ああ、そうなんだ。片付け。僕ちょっと用事あるんで。すいません。一日遅れてきといて飯だけ食うって帰るの法事なんですよ。ちょっとすいません。次は自分の法事になるか。怖えっす。むちゃだな。こっちが怖えわ。すいません、申し訳ないです。じゃあ、失礼します。むちゃじゃな。暑いですしね。暑くなってきたけど、撤収しよう思ったのに。もう時間がちょっともねえですよ。それまた、また待てよ、ください。失礼します。帰れ帰れ。失礼します。お疲れ。もう二度とだ。そんなこと言わないでくださいよ。また来ます。お疲れ様でした。